皆様、本日は世界メシア教周期大祭おめでとうございます。先ほどの成井理事長のご挨拶にありましたように、昨年の9月30日、私どもは明治様が全人類にもたらされた新しい救いの福音にお仕えすべく、 多くの障害や困難を乗り越え、一丸となって新しい体制のもとに結束し、新しい未来に向かっての歩みを始めさせていただきました。主心は名主様を通して、私どもがお互いの間に作っていた垣根を取り,はか取り払ってくださり、それまでの 所属や立場の違いを超え、また年齢や経験のあるなしを超えて、名士様のもとに一つになって集うことを許してくださいました。この恵みに対し、私は改めて、主神と名士様に心からなる感謝を皆様と共に捧げさせていただきたいと思います。 この新体制の発足あればこそ私どもは本年2月4日の立春を期して明士様が並々ならぬご決意を持ってお付けになった世界メシア教の名によって出発することができましたことを思いますと発足1周年を迎えた今日の日の考えはひとしおでありますこの1年間 皆様が名詞様を真に求めつつ、私と思いを共にして歩んでくださいましたことを、心よりありがたく、嬉しく思っております。と同時に、私は中泊官長をはじめ、成入理事長、白沢副理事長、川谷副理事長を中心とする方々が、 私の意をよく対してご尽力くださっていることに感謝し、その元にある現在の体制に全幅の信頼を寄せております。今後ともこの体制がさらに充実することを願わせていただくとと,ともに、名士様のお導きを賜りながら、自らの中にある古い信仰の殻から勇気を持って脱皮し、 新しい信仰による新しい救いの道を皆様と共にまっしぐらに進んでまいりたいと思っております。明士様の次のようなお歌が私どもに新しい心になるようにと語りかけてくださっています。新しき世は新しき土の絵に打ち立てられるべきものに ありなん。新しき世は新しき土の絵に打ち立てらるべきものにありなん。さて、誠に恐れ多いことではありますが、唯一の神、主神は、創造をお始めになる前、天国において、ご自身の魂と、 命の息とともに、ご自身の意識を宿した霊の子供をお産みになり、メシアと名付けられました。スシンは天国からまず万物の霊を出されて、地上を天国の中の一部として創造されました。そうされた上で、スシンは地上に霊の子供をお使わしになり、 万物をお使いになって、ここ別々に意識ある存在とされました。それが今の私どもであります。このように主心は、ご自身の意識を私どものもののように感じることができる意識、すなわち自我意識をここ別々に持たせてくださいました。それは、 私ども一人一人を意識ある存在として天国に立ち返らせ、ご自身の子供として再び生まれさせる、すなわち新しく生まれさせるためであります。今、私どものもののように感じているこの自我意識は私どものものではありません。 ののものであります。私どもは、この主神の意識を自分の善悪の尺度として使い、神よりも勝ったもののごとくおごり高ぶり、見舞いに罪あるものとなっていました。私は、私どもが主神の意識を自分の意識のように感じるがゆえに、 そのように罪あるものにならざるを得なかったのではないか、と思います。意識の所有者であられる主神は、そうした罪ある私どもを許し、自我の意識をご自身のものとして獲得して、ご自身の意識と融合し、私どもと一つになろうとしておられます。すなわち、 ご自身のことなさろうとしておられます。その許しを与えるために、主神はどうしても罪のあがないを必要としたのです。そこで主神はイエスを世にお使わしになり、その父親と命を捧げさせなければならなかったのではないでしょうか。 スシンはイエスの魂と共に、その父を受け取りになり、贖いの恩父をとされ、イエスを蘇らせ、ご自身の子たるキリスト、すなわちメシアとされると同時に、全人類を無罪とされ、天国も地上も、霊界も限界も、永遠の命と神の栄光が輝く、闇のない全く新しい世界に、 作り変えてくださいましたその約2,000年後イエスのみならず全人類をご自身の子供とするという主心の誠の御旨とその救いの御業を全地球にもたらすべく使わされた名士様はこの全く新しい世界を夜昼転換という御言葉をもってお受けになり 私どもを闇の世界から目覚めさせ、光と命の中に導いてくださいました。そして、ご自身の使命を全うすべく、神の子たるメシアとして、新しくお生まれになりました。それは、私ども全人類があらかじめ天国において、誠の親である主神から賜っていた、 創造の身胸を思い出し、その身胸に従って新しく生まれ、主神と共に永遠に生きるものとなるためであります。全宇宙も、私どもの中も、すでに溢れんばかりの光にくまなく満たされ、私どもの自我意識である心は解放され、 すべてを新しいものに作り変えるという第二段階の創造の中で養い育てられています。だからこそ名詞様は、お歌に、光明は、はや差し染めぬ諸人よ、心の扉、内開けかし。光明は、はや差し染めぬ諸人よ、心の扉、内開けかし。と、 お読みになって自分のものと思っているその心を自分の中に大事にしまって閉じ込めておくのではなく心を開いて主神の見手に委ねるようにと私どもに促しておられるのではないでしょうか主神は全人類を天国に迎え入れご自身の子供とする という第二段階の創造を成し遂げるために、どうしても自我意識である私どもの心を必要としておられるのです。思いを必要としておられるのです。ですから私どもは主神に対し、あなたの意識を自分のものとしておりました。お許しください。この意識を今、あなたに捧げさせていただきますので、 あなたの御胸の成し遂げられる御用にお使いいただきたいのですと素直に申し上げた方が良いと思います。名医師様が「蛾押され」と仰せになり「蛾と執着を取る」とか「捨てる」ようおときになったのはこのことだったのではないでしょうか。や執着を、 自分から遠ざけなければならないものと否定的に考える必要はないと思います。第一、捨てると言っても、すべては私どもの意識の中心に存在する天国というス神の想念の中に存在し、もはや、あがなわれ、許されたものとして、ス神の御てに収められているのですから、捨てるところなど、 どこにもなないいのではないではしょうか私どもの心とその想念の働きは救いを求める多くの方々の頼みの綱なのです。主神は先祖代々の方々の思いや家族や身近な問題をはじめ現在地球上で渦巻いている大小さまざまな問題に対する世界中の人々の思いを 私どもの思いの中に集め、メシアの皆にあるあがないの恩知書を受けした私どもの思いを通して、罪許された者として天国に迎え入れてくださっています。イシ様は、ご自身の使命を悟られて間もない昭和2年、次のようなお歌をお読みになりました。 神はなしと思う人には神はなし、ありとし思う人に神みます。神はなしと思う人には神はなし、ありとし思う人に神みます。私どもは唯一の神様が存在することを名士様から知らされました。 そのことを知ることができたということは大変な恵みであると思います。しかしながら明詞様はこの歌を通して私どもが唯一の神様が存在するということを知識として知っているということで済ますのではなく、それを自分自身のこととして思うのか思わないのか、 それれを一人一人ににうておられるように思います。神様は私どもの創造主であられまことの親であられますから神様の思いの中に私どもが存在し私どもに向かって常に「あなたは私の思いの中にいるよ」とおっしゃってくださっていると思います。 その神様に対し、私どもは一人一人、あなたは私の思いの中におられるのですね、と思わせていただく、その思いを発してお返事する必要があるのではないでしょうか。それと同じように、私どもは、イエス・キリストが神の許しをこいながら捧げられた父上によって、 全人類の罪が贖われ許されたことを知る者とならせていただいた以上、そのことを何よりもまず自分自身のこととして思わせていただかなければならないと思います。私どもはその恵みにお応えし、神様に対して、あなたは私のために恩知を用意してくださり、 私の罪をあがない許してくださったのですね。とこのように申し上げるその思いを神様はお待ちになっていると思います。このようにして神様の許しと恵みを自分自身のこととして思わせていただくことが実は 全てのものに救いをもたらすことになるのではないでしょうか。なぜならば、私どもは天国のすべて、地上のすべてを身に受けている存在なのですから。名主様は、数々の御言葉をお伝えになり、様々なご信用をお勧めになって、私どもを導いてくださいましたが、 その全てを貫いている見心は、私どもが何を考え何を行うにしても、そこに働いておられる神様に対して、自らの思い、壮年を向けるということではなかったのか、と思います。だからこそ名士様は、昭和29年4月19日、脳一血でお倒れになってから、これから壮年の世界である、 と、たびたび仰せになって、特に想念をもって神様にお仕えする時が到来したことを、私どもに何としても伝えてくださろうとしておられたのではないでしょうか。神様は、私どもを養い育てるために、一人一人の思い、想念を大切にしてくださっています。 また、壮年があるからこそ、私どもは、神様と思いを通わせることができ、お仕えすることができるのではないでしょうか。私どもは、神様が私どもの中に壮年を持たせてくださったことに感謝し、私どもの壮年をお使いになって成し遂げておられる救いの見業に、全てのものと共にお仕えさせていただきましょう。 そうした思いを心に定め、世でなすべき務めに、また様々な活動に邁進させていただきましょう。そのようにお仕えする私どもの姿を、神様がご自身の御技の実りとして、収穫なさろうと努力してくださっているのではないでしょうか。名士様の次のようなお歌が今、 私にに望んできているように感じられます。長き王しぐみ玉石狼の刈り取る時の迫り蹴るかも長き王しぐみ玉石狼の刈り取る時の迫り蹴るかも私どものうちにある メシアという皆の教会の救いと安らぎが地球上のすべてのものに分け与えられますように、すべての栄光と権威と恵みをメシアの皆と伴う主神に帰します。ありがとうございました。